今日はこんなことを話したいと思います。佐竹県知事4期目、主なテーマは新型コロナと洋上風力発電、そして最後に能代市地域おこし協力隊。実際と飲食店の問題も秋田県内とかでもっと能代市なんていうのはほとんどその関係ない状況になっていて、なんで僕能代市のお店までもその営業を自粛するのかなって不思議に思ってます。何もしないことがいいという発想は良くないとこう思ってます。県外からの往来、これが原因だということに関しまして、ゴールデンウィーク中にこの8番隊アスピーテラインというのと鳥海ブルーラインを閉鎖しようと、それによって、県外から入ってくる人の数を抑えようというこういうことを言い出したと、はっきり申し上げて関係ないと思うんですよ。こんにちは、能代山本ふるさとライブの佐藤です。今日は4月23日金曜日です。で、今回はですね、手元にこの、今日の北部新聞ですね、君町坂の桜出てますが、この空新報と、それと昨日の新聞ですね、これをちょっと持ってきてみました。で、タイトルが、今日はこんなことをお話したいと思います。佐竹県知事、4期目。主なテーマは、新型コロナと洋上風力発電と。そして最後に、能代市地域おこし協力隊と。このテーマを取り上げてみたいと思います。こんな感じです。それでですね、まずその、新型コロナですけど、この県内で感染者急増っていうのが昨日出てます。昨日の北部新報、トップですね。かなりセンセーショナルな感じなんですけど、まあ個人的にはですね、ちょっとタイトルが大げさかなと思っています。まあ結論ありきに書いたんですね、これは。これですよ、これです。要はこの感染急増の原因をですね、この年度代わり、県外往来影響かと。要は4月1日から年度が変わりまして、いろんなこの県境を越えて、いろんなことが、いろんな人が入ってくると。人事異動があったり、学校があったり。それによって増えてるってことをまあ強調してるんですよ。まあ実際そうなんですけどね。例えば出張で来てて、秋田県内で見つかると、秋田県内にカウントされましたから。それはそうなんですけど、まあ確かに県境を越えて移動したから、県が増えたとこう書いてます。ただまあ東京とか大阪の状況を見ればですね、まあ、かわいいもんですよ。それプラス、まあ、主に県内の最近の、感染者急増は、秋田市と、大山保健所管内の3つのクラスターなんですよ。職場関係、あとは高校ですよね。なので、その数をちょっと別に見ればですね、いわゆる経路不明の、街中の感染とか、いうのはまだほとんど、そんな騒ぐことないので、まあ、ちょっと記事大げさかなと思います、これ、はっきり言って。こう思います。で、これに関連してですね、何言いたいかと言いますと、この、佐竹知事のですね、4期目、新型コロナ対応。実際、はっきり申し上げて、ここ1年ぐらいかな、特に秋田県ならではのきめ細かな対応とか、実態に合った、その、バランス感覚を持った対応とか、やってないんですよ。ほとんど国の政策のまんま、それをこうコピーしてやってたり、あと国がこう言うからこうやってくれとか、やってました。実際、飲食店の問題も、確かに東京、大阪とか、あの辺はもう大変ですけど、確かに飲食店に手をつける理由わかるけど、そのあとも秋田県内とか、でもっと能代市なんていうのはほとんどその、関係ない状況になっていて、なんで僕能代市のお店までもその営業を自粛するのかなって不思議に思ってます。特に今回もその、まあ、今回の緊急事態宣言3回目、お酒の出し方についてコメントしてますよね。お酒の出すことを禁止すると。これなんかまさに能代市とか関係ないと思うんですけどね。なんでそれを受けてその、東京とか大阪のやつをわざわざその、秋田県内とか、能代市でもこう、同じようなこう、感度で、ビビるか僕わかりません、はっきり言って。
もっときめ細かな実態に合った対応をしてほしいと。もちろんそれやると、県知事の責任になって、例えば宮城県もそうだけど、宮城県が先行して、GoTo Eat 始めたら、バッと増えた。そうすると、県知事が悪いってこうなるわけですよね。まあ、それ怖がってるのかなと思うんだけど、まあ、ちょっとまあ、あまりにもその、策はなさすぎる。マイナスの意味で。何もしないことがいいという発想は、良くないと、こう思ってます。で、特に新型コロナに関しては。で、実際この、これね。これ。実は面白いことがあって、昨日かな。記者会見で面白いことがありました。要はその、この記事に、この、感染者増えてる理由の一つとして、この、県外からの往来、これが原因だということに関しまして、じゃあ県境の移動を制限しようという発想になったんですよね。で、言い出したことがですね、要は岩手県と山形県にこう接してるわけですけど、そこをまたがるの主な観光用の道路があるんですよ。一つは、八幡平アスピーテライン。八幡平アスピーテライン。これを閉鎖しようと。ゴールデンウィーク中は。で、もう一個は、鳥海ブルーライン。これ鳥海山のところに来るんですけど、鳥海ブルーライン。これを閉鎖しようと。つまり、ゴールデンウィーク中に、この八幡平アスピーテラインというのと、鳥海ブルーラインを閉鎖しようと。それによって、県外から入ってくる人の数を抑えようという、こういうことを言い出したと。はっきり申し上げて、関係ないと思うんですよ。国道が、走ってるわけですよ。で、当然新幹線も来てるし、飛行機も来てるし、いっぱいあるわけですよね。で、何もそのわざわざの観光用のね、山の中を走る道路を閉鎖しようって発想がね、おかしい。で、実際、その後、直後にこの一部訂正してます。例えば、道路の法律、道路法によると、その、通行制限する理由ってのは限定されていて、例えばその交通が危険であると認められる場合は止められるんですって。で、今回コロナの話なんで関係ないんですよ。現在の法律の立て付けでは。で、これは法律的に無理だって言うんで、一部撤回したりなんかしたと。それからもう一個ブルーラインについてはですね、なんとそのいろんなこと言う前に現在は冬季閉鎖。雪積もってるんで通れないんですよ。なので、何もわざわざやんなくても、今、閉鎖されてるんですよね。なんか、除雪してても通そうという話はあるなら別だけど。それを言い出したら、なんと、佐竹さんは何と言ったかというと、本当は、超法規的措置をとっても、この閉鎖をやりたい。こう言ったわけですよ。超法規的措置をとってまで、その観光道路を、止めるということを言い出した。全く意味がないんですよ。これまさに知事のパフォーマンスです、パフォーマンス。実際今の東京都知事の話とかね、いろいろその出るじゃないですか。パフォーマンスじゃないかとか。そういうことですよ。だからそれと同じことをね、何もその、ほとんどこの感染者がいない県でね、しかもその人が通ってない道路封鎖するとかで言ってですね、そんなことでアピールする必要はないと思います、本当に。本当、真面目にやってほしい。なんで、本当従来のその、いい加減な、まあ、愛と申し上げますが、いい加減な対応でね、結果的にも抑えられてるわけです、秋田県は。あと、感染者いなければ書かないんだから。それをまた続ける気かと思います。ただ、まあ、実際そう思った中で、まあ、従来ゼロが続いた中でね、現在はまあ、5人、6人とはいえ、感染者が増えてきてます。で、変異型、株。まあ、変異株って、まあ、言葉は綺麗だけど、要はこれ新型のウイルスですよ。新型コロナだと思ってます。で、これについては真面目に対応しないとね、もしかしたらそう、ポンと第二の宮城とかなる可能性あるわけだから、まあ、事なかれ主義で来たけど、真面目に考えてほしいなと本当思ってます。まあ、幸い今まだ病院も逼迫してないし、そういうことはあるけど、真面目に対応してほしいと思います。実際、例えば、まあ、政治的思惑もあって、予定通り、高齢者向けのワクチン接種を始めたけど、一方でまだ、秋田県だって、他の都道府県と同じように、医療関係者のワクチン接種がまだ終わってないわけですよね。なので、
なんかドクターとかナースがですね、ワクチン打ってないように、高齢者に、車椅子の高齢者にワクチン打ってもね、しょうがないよと思ってるんで、なんかもっと真面目にやってほしいと本当に思います、僕は。本当に、本当お願いしたいです。真面目にやってほしい。で、過剰に締め付ける人はないです。実際人いないんだから。なので、うまくちゃんと経済を回しながら最低限のピンポイントでちゃんとやっていくという、想像力を持ってやってほしいと思います。で、それでこの佐竹さんに関して言うと、もう一個。この洋上風力発電です。これ従来は、この県知事選挙が始まるまではですね、正直みんな無関心でした。とか情報が提供されてませんでした。で、県知事選挙でいろんなことが出てきて初めて、実は全部、いくら建造物が封鎖ができてもですね、秋田県内にほとんどお金落ちてない。建設もそうだし、保守メンテもそうだし、これ良くないんじゃないかって話が出てきました。で、いろいろ対立候補の方が、問題点指摘して、地元経済に貢献してないんじゃないかと。どうなってんだという話をした結果、やっとその皆さんの意見を入れて、佐竹さんもちょっと情報を出したというんで、今日のご進歩でいきます。洋上風力、地元に成果を。当たり前なんですよね。本当に、今更って感じですけど、やっとこれで、この事業にか、あの、洋上風力発電に関しましてはね、建設段階とか、あと保守メンテナンスに関して、地元の企業が関係できるように、ちゃんと政治的にアレンジするということを言ってました。今更って感じです。当然、県民に対してメリットが必要ですよね。エネルギーの面もそうだし、所得の面でもそうだし、そういうことを考えてほしい。そのためには当然、県内の企業が参画できるような事業スキームにしてほしいと思います。ただ注意してほしいのは、あくまでも県内企業が大手の企業の下請けに収まることがないようにしてほしい。単なる下請けであれば、大したメリットないですよ、バリュー的には。なので、もっとちゃんと技術力がないなら、ビジネススキームとしてね、ちゃんと上の方で仕切れるようにしてほしいと。これ前回がかなり前の配信でも言いましたけど、下請けではなくて、もっと地元の企業ならではのこのトップの方というかな、ビジネススキームで言えば上の方の層でね、参画できるようにしてほしいと、こう思います。切に願います。それが今回の、この佐竹さんの問題です。新型コロナ対応に関しましては、何もその有名都知事、あと一部の、知事さんを真似てパフォーマンスをする必要はないので、もっと地に足のついた地元らしい対策を想像力を持ってやってほしいというのが一つ。だから洋上風力発電に関しましては、ちゃんと地元企業に、地元の県民にメリットがあるような形でスキームを組んでほしいと、こう思います。で、最後に、能代市地域おこし協力隊の話です。今日の新聞に出てましたね。ね、これです。新協力隊員に岡本さん着任。これね、以前からよく目にしてたんですよ。この能代市地域おこし協力隊。で、今日の新聞見るとですね、なんか8人目なんですって。8人目。現在8名の方が活躍してると。で、それで以前から気になっていたんですけど、地域おこし協力隊に対しては、行政からどんな支援があるのかなと思って、いろいろ過去にこれ、協力隊やった方に聞いてみたんですけど、ほとんどないんですって。具体的な支援は。なので、ほとんどボランティアに近いという、そういう中で、例えば中心市街地活性化とかね、事業を起こそうとかっていうプランを作ってる方もいるわけですよ。そうすると、自分でできないわけだから、そういうことをやる人を連れてくるとか、いうことになって、時間とお金もかかるわけですよ。その辺の支援がないんです。ないそうですよ、あんまり。で、実際さっきウェブサイトとか見てみたら、確かあるんだけど、例えば地域おこし協力隊の能代市の市役所のサイト見たらですね、最終更新がですね、
2017年になってるんですよ。2017年とか。で、それとパッと更新止まってるページがあったりして、一方でその Facebook やなんかはね、パッと更新してる人がいたり、まあ、ちぐはぐ感。しかもこの、こっちのサイトには6名って書いてたり、協力隊員がですね。で、こっちはなんか8名って、今日の新聞も8名なんですよ。7名っていうところもあるんですよ。なんでこれ、こういう情報のこの不統一感っていうのはすごい信頼性を失うというか、そういう側面があるんで、やるならやるでしっかりやってほしいと思います。これ多分能代市が作ってるのかな ?6 名って書いてますね。新聞は8名になってますね。ちょっとこの辺も疑問です。あとまあ、読んでるとその募集要項を見ると、移住者、能代市の移住者に対してこのいろんなこの活動を応援してるんですよね。中心市街地活性化とか。それはそれで結構ハードル高いと思うので、例えば能代市にもいる人が、この地域おこしに参加したい場合に、なんかアクションプログラムを作ってくれるとかね。そうすれば結構もっと参加者増えると思うんですけどね。僕なんかもその一回東京にいて、最近能代の時間を増やしてるから、そういうメンバーがポッと参画しやすいとかっていうプログラムがあると、ちょっとまあもっとこう、ネットワーク広がると思うんだけど、結構まあ移住と絡まっちゃってるんで、ちょっとこの辺の制度設計もですね、考えてみたらいいかなと僕なんか思います。ということで、まあ今日たまたま出たので、地域おこし協力隊のことをちょっと考えてみました。今日出てきた方はこの女性の方で、男女の出会い、移住定住支援をやるそうです。婚活なんかもやるそうなんですけど、どんなことをされるのかちょっと興味を持って見てみたいと思います。ということで、今日も相変わらずどちらかと言いますが、今日はこの佐竹秋田県知事の4期目が始まったことに関しまして2つの話題、それから能代市の地域おこし協力隊のお話をちょっと取り上げてお渡しさせていただきました。今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。良い週末をお過ごしください。佐藤でした。